皆さんこんにちは。日本史担当の田中です。それでは今回は第13章を解説していきます。第13章は室町幕府の確立と国際関係についてやっていきます。まずですね、この前半では室町幕府の特徴について考えてみましょう。え特徴について捉えるときには、 どういう手段を用いるかといえば、これはね、自分で比較対象を持ってこないといけないんですよ。で、中世において、同じ武家政権といえば、平氏政権や鎌倉幕府がありますが、え鎌倉幕府と室町幕府を対比してみて、その微妙な違いをですね、捉えていく。うん、この作業を繰り返せば、 室町幕府の政治体制のようなものがしっかりと理解できるようになっていきます。で、まずそのあたりをやってみたいと思います。で、この政治体制というのが確立するのが足利義満の時代なんですよ。だからまずこの足利義満の時代についてまとめたページがテキストにありますので、そちらちょっと目を通していただきたい。テキストのページ番号で言うと、 118ページです。まあ、僕たちはね、足利義満ってよくこう写真資料で出てくるんですが、頭丸坊主のおじいちゃんみたいなイメージがあるんですよね。でもあれって晩年の足利義満のもので、彼が一番最初将軍になったのは1368年なんですが、まだ10歳ぐらいの子供だったんですよ。だからとても政治はできません。 よって、その、身内でもあります、細川氏。具体的には、細川よりゆきが、執事となって、政権を補佐しました。で、後にこの執事というポジションが、官令と呼ばれるようになっていき、細川氏以外にも、柴氏や畠山氏が、交代で、官令職、将軍補佐を務めるようになったんですよね。もともとは、 執事でありましたので、細川柴畠山っていうのは、足利市の一門であるっていうところ、ここに注目をしてください。ですので、一つ前のページに戻ると、116ページ。ここに、慣例になれる家柄、細川柴畠山って書いてるんですが、足利一門のあたりをチェックしておくといいと思うんですよ。するとね、鎌倉時代に将軍を補佐した、 役職はっていうと、執権じゃないですか。ね。すると、鎌倉幕府の将軍っていうと、源氏、設計、皇族。一方で、執権は、北条北条っていうのは、これは平の親戚で、すなわち、将軍と執権というのは、親戚関係ではなかったんですよね。そのあたりが、鎌倉幕府と室町幕府の政治組織の違いではないでしょうか。さあ、 せっかくなんで、まあその後の、えー、侍所や、万所や、門中所についても少し語っておきます。えー、基本的には、室町幕府は、御成敗式目を継承いたしますので、大きな政治組織っていうのは変わりません。変わりません。はい、だから侍所、万所、門中所が置かれるんですよ。ですが、えー、これまでは侍所や万所の長官っていうのは、執権の法上氏が務めていました。 一方で、室町時代は、侍所の長官は、山名、赤松、一式、京極などが務めます。などって言うと、実は時氏もね、務めることができたんですが、なぜかね、時氏を除いて四式っていう具合があるんですよね。で、万所は、えー、伊勢氏だとか、二階同士あたりが務めたと言われております。いいですね。はい、え、彼らって一体、普段は何をやっているのか ちょっとね、こちら、電子黒板をご覧になっていただきたいんですが、さあ、えー、こちら、守護大名の分布と戦乱については、119ページに同様の図を載っけております。さあ、チェックを入れていきますと、えー、関連慣例を務める、細川、芝、畠山っていうと、この辺細川氏っていうとね、実はね、 大阪で守護を務めております。いいですか大阪の守護なんですね。うん、芝って言ったら、越前と尾張です。これ覚え方はね、もう芝市なんて言うと、後の戦国時代の被害者ですから、はい。越前の方は、家臣の朝倉氏に国を乗っ取られ、そして尾張の方は、家臣のえ小田氏に国を乗っ取られるじゃないですか。 っていうような感じで、後の朝倉と織田の両国だっていう風に押さえておくのも良いと思いますし、畑山市は例の南山城で、後に国一が起こりますよね。そこで使いますので、南山城っていう覚え方をすれば良いと思います。あとは、山名っていうと、中国地方一帯にたくさん国を持っていた。11カ国もの両国を持っていて、六部一殿とかね。 六部の一周というふうに言われ、全国六分の一の支配者となった時期もあったんですよね。赤松といえば、このハリマの国ですね。ここも後にハリマの土域なんていうのが起こります。まあ、一式とか京極はあんまり使わないかな、うん。で、それ以外にも注目しておきたいのは、えそうですね。今川市とか大内市。 この辺りは使います。いいですかね、えー。どうやってここを理解すればいいのかというと、実は今川市のさらにこの東側を見てください。いいですか、えー、これ関東一帯があります。大丈夫だよね。この関東一帯は足利市が鎌倉久方として支配する地域なんですよ。皆さん。 久保っていうと、将軍っていう意味なんですよ。だから、室町幕府の将軍に対して、鎌倉府の将軍、鎌倉久保。なんかね、対等のイメージなんですよね。だから、彼らは独立傾向にあったんです。で、一方で、こちらの鎌倉府の方の慣例、将軍補佐役はというと、上杉氏が務めました。 だから、上杉氏も守護なので、守護上杉氏が、こちらの鎌倉の方の関連も務めている。えー、したがって、万が一この鎌倉府が、独立して、室町幕府に歯向かって来ようとした時に、その防波堤を築いておかないといけないんですよ。ここにね。ということで、室町幕府の中でも、かなり強いということで知られる守護、今川氏を静岡に配置しておく。 あの、細川、芝、畠山、山名、赤松とかは、あの、寒冷とか侍所をやるためにこう、京都に結集しないといけないじゃないですか。でもね、今川はそんな線でいいんですよ。まあ、ずっとここにおれと。で、何かあった時によろしくな同様に、九州の連中が独立しようとした時、まあ、九州にも九州短大が置かれますので、その時には大内を任したぞ、みたいな。こういう感じで、今川と大内を配置していると。 いうように覚えてしまってください。これでいつの間にか116ページに書かれている室町幕府の政治組織について、鎌倉幕府と対比しながら抑えることはできたと思うんですね。あともう一点だけ入れるんであれば、私あの大阪の人間なんですけれども、おそらく僕のご先祖様はどっかの農民だったんじゃないかなと思うんですが、えー、大阪の そこの、えー、荘園の領主に対して年貢を納めていた。わかるただ当時はもう守護受けになってますので、まあ、あの、領主に納める年貢っていうのは一回こう、守護の細川さんのもとに納めていたと思うんですよ、ね。ただね、大阪に高槻市っていうところがあって、高槻市のトんだっていう駅があるんですよ。絶対知らないな、みんな。トんだ。知らんでしょう。トんだはね、あのね、室町幕府の直轄地だったって言われてます。 すなわち、これもテキストに書かれております。116ページの、括弧2の丸の1を見てください。そこに、五領書ってあるよね。これ、室町幕府の直轄地ですよ。わかりましたここはね、奉公衆と呼ばれる、室町幕府の直轄軍を務めている地方武士たちがいるんですが、えー、彼らに官僚を任せる。大阪やったら、その、飛んだあたりになるし、あの、守護が支配する両国の、 えー、ところに、こう、いろいろご了承っていうのは設定されてるんですよね。わかりますかねはい。だからこの地図には見えないんやけど、各地にご了承あるぜっていうような感じで考えていただきたいわけなんですよ。ここまで大丈夫でしょうか。それではね、話を、すいません、だいぶそれましたので、足利義満の時代に戻しますね。テキスト118ページです、えー。皆さん、足利義満は当初幼少だったんですが、10年ぐらい経ったら、 成人します。はい。で、成人した時に作られたものが、将軍の邸宅である花の御所です。春夏秋冬の花をめでることができる。そういった庭園を備えていたみたいですよね。はい。で、この花の御所っていうのが現在の京都市内にある、まあ、それこそ同志社大学の近くに作られたんですが、そのあたりたよう室町っていうんですよ。 だから、室町幕府と呼ばれるようになった。だから本当のこと言うと、足利義満が大人になってから室町幕府なんだよね。じゃあ、それまでは何て言えばよかったのかっていうと、鎌倉幕府に対する新しい幕府が作られた。で、義満の頃からそれが室町幕府と呼ばれたと。こういう感じで捉えてください。特に、えー、論述問題を。 必要とされる方は、そのあたりの細かな表記がね、原点の対象にもなりかねませんので、ご注意ください。さあ、そしてこの足利義満の時代には、まだ南北朝の動乱が続いていました。特に九州あたりでは、五醍五天皇の王子の一人である、金吉親王がその勢力を強めていたんです。でなんとかこの金吉親王の勢力を抑えようとして、え足利義満は、 どうしたかというと、室町幕府の中でも武勇に秀でた。今川氏を九州短大に任じて、えー、今川氏をこう当てていくんですよね。うん。で、なんとか九州を支配することができたんです。よいでしょうか。で、九州さえものにすればもう南北朝時は終わりだよね。じゃあそのまま南北朝合一と言いたかったんですが、最後の最後で、 室町幕府内の主導権争いっていうのが起こるんですよ。まあ、攻略の政変って言って、まあ、ほとんど出ないんですが、細川氏や芝氏が主導権争いをしたために、またちょっと北朝が分裂状態となりまして、えー、南北朝の合一までもうしばらく時間がかかる。で最終的には、1392年、いざ国作ろう、南北朝の合一と。いいですね。 1392年になって南北朝時代は終わるんだと。正式には南朝の五亀山天皇が北朝の五小松天皇に対して、えー、行為を変換する。一説によると五大五天皇が持ち出したと言われている三種の神器をきっちりと北朝に変換する。ただ約束としては 自分たち南朝も将来的には天皇になれるようにする。今は一時的に北朝の側に返すが、将来的にはこっちも天皇やらせてくれよっていう約束があったみたいなんですが、この後天皇位は北朝の側だけが継いでいくこととなりました。さあ。では、えー、非常に重要な点に今度は入っていかないといけませんが、室町幕府の特徴っていうのを考えたときに、 鎌倉幕府と最も大きく異なる点っていうのがあるんですよ。それはですね、私鎌倉時代第10章、11章でやったんですが、鎌倉幕府、鎌倉時代っていうのは、後部二元体制なんだと。えー、東国の武士であった、えー、源頼朝が打ち立てた幕府と、あとは西日本一帯は、言っても朝廷が支配していて、 その両者は上級の乱などで時に争うこともあったんだが、互いの役割を分担して、共に政治を行っていたんですよね。ところが、室町時代っていうのは、見てください。公部、統一政権が形成されていくんですよね。これまで朝廷がやっていったことを全部こう幕府が吸収していく。それが具体的に何なのかっていうところを列挙してみます。えまず一つ目なんですが、 京都の市政権です。京都の市政権を具体的に掘り下げるならば、京都の警察権、及び民事裁判権。これらは、あの、佐賀天皇の時代に置かれた、ケビー氏。ありましたね。はい。このケビー氏が一手に担っていたんですよ。ところが、これを今から行うようになっていくのは、侍どころ。 ということで、従来、朝廷が置いていた、この、ケビ石っていう、こういうポストがなくなっていくっていうことなんですよ。いいですかね。あとはですね、え、京都市内には様々な、え、商工業者たちが、え、おりますけれども、商工業者たちっていうのは、副業として、金融業を行ってもよかった。それ、土葬酒屋と言います。正しい金融業をやってもいい代わりに、その儲けの一部を、ちゃんと、 収めないといけなかったんですよ。その縄張りを仕切ってる人にね。縄張りを仕切っていたのは、実はね、延暦寺だったんですよ。延、ま、暦、あ、寺の僧兵なんていうとね、まあ、今で言うたら、あの、怖い人たちみたいなイメージなんで、<laughs> あんま言えませんけどね、こういう映像で、えー。怖い人たちのイメージを持っといてくださいね。その僧兵たちにちゃんと、 見かじめ料っていうのを今、<laughs> そういうのを収めないといけなかったんですよ。でもね、これ今後はね、幕府にこれを収めるようになっていくんですよ。すなわち、寺社が持っていたような権限も幕府は吸収していく。そんなことやると、怖い人出てくるんじゃないの幕府に対してって思うでしょ大丈夫なんです。室町幕府はね、遠略寺のトップの地位のことを、 天台座すって言うじゃないですか。聞いたことあるこれ、比叡山遠慮のトップやここに、足利氏の人間を配置すればいいんですよね。じゃあ、従えることできるじゃないですか。わかりますこのやり方って、あの、鎌倉時代は、あの、石関家が同様のことをやっていました。あの、有名な九条金実の弟、慈遠というやつが、 天台雑草を務めていた。で、石関家がうまくこのね、円楽寺を統制していたんですよ。そういうやり方をもって、円楽寺を従えて、室町幕府が土葬境に対する課税権を得た。こういう考え方なんですね。土葬役や酒屋役を徴収することとなります。さあ、それ以外の内容を見ていきましょう。丸の二番に関しましては、これ第12章の守護の権限強化のところで、少し説明はしました。 もともと、この、一国平均役って呼ばれる、臨時税を課す。これは、一国を支配している、国が。この国がが持っていた権限なんですよね。あんま国士って言わない方がいいですね。当時は国士なんて現地に赴任せず、代理人の木代とか財長官人が支配してますので、まあ、そういうのがあって国がっていう表現になっていると思うんですが、はい。 でも、守護っていうのが、一国内の支配権というのを確立していく中で、この国家から権限を奪い取っていく。そして、えー、伝端に対しては、その面積に応じて単戦。あとは、家屋に対しては、その家屋の間口の広さに応じて、胸別戦っていうのを徴収していくんですよね。室町幕府が守護を通じて、 えー、臨時税を集めていく。ところが、後には、主語が独自に主語単線を課すようにもなっていきます。あんまり臨時税集めすぎたら、この主語恨まれますよね。はい。ハリマの国の主語。赤松光助のように恨まれてさ。で、国内で一揆が結ばれて抵抗されることもありますので、あんまり集めすぎない方がいいとは思うんですけどね。そして最後に、外交権です。 これに関しては、鎌倉時代、外交権を持っていたのは、これ完全朝廷だったんですよ。猛虎襲来の時に、日本よ、モンゴルに服属しろという、その服属要求があった時に、鎌倉幕府は一旦それを朝廷にちゃんと相談してるんですよ。その上で、服属要求を無視するっていうね、そういう方法を取ったわけなんですよ。でも、今からは統一政権なんで、 外交権は将軍が持つわけなんです。ちょっとこれね、格好つかないんだよね。そこでどうするかというと、しっかりとこの中国の民の皇帝に対して、貢ぎ物を持っていく。えそしてえ、お前を日本国王に認じる、ははーという、こういう称号を得ること。これ第2章で教えましたが、 作法を受けると言います。こうすることで、この日本国王の称号を国内支配に利用しようとしたわけなんですね。ただ外交をやるためには、しっかりと外交文書を読めないとダメ。書けないとダメ。残念ながら、武士にはまだまだそういう、えー、外交文書を書くっていうような知識がなかったんですよね。ただ、前奏ってわかる臨済州などの僧侶。 は、えー、そうした、えー、知識に通じている。うん。ですので、ただ中国語もペラペラだし、政治的な知識をよく知ってるので、前奏外交顧問とすることによって、そうした面をカバーしていたわけなんですよ。さあ、このあたり、教科書で記載がありますので、チェックしてみましょう。今回ね、難しいんですが、新日本史を挙げておきました。いいですかもう新日本史出てくると思う。 難しいって感じしちゃうんですが、はい。えー、1392年は西暦を覚えましょう。両党が交代で行為につくという義満の提案に応じてる形で南朝の五亀山天皇が帰京し南北朝合一の交渉がまとまりました。ところがこの約束っていうのは結局守られなくなったと。えこういうス,ストーリーとともにね、押さえておかないといけません。 はい。そして、えっと、次の段落に入ると、この辺りから公部統一政権が作られていきますが、幕府は従来、朝廷が持っていた警察権をはじめとする、共中の支配権も次第に掌握するようになっていきます。あと、土地に関する裁判なんで民事裁判権なんていうものを持つようになったし、共中の商売に税を課すようにもなっていきました。で、えー、幕府はこれまで朝廷が最終的に権限を持っていた、 諸国に単戦村別戦を課す権限や、これ新日本史にしか載ってないんですが、ここ、外交権なども吸収し、やっぱりちゃんと書いてるよね。これ山川の小説日本史には外交権の話までは書いておりません。はい。こうして、公部、統一政権としての全国的な支配権を獲得するに至りました。よってタイトルね、室町王権というね、挑戦的なね、タイトルが付けられて、 いるわけなんです。ということで、えー、まずは、室町幕府の特徴を捉えるために、鎌倉幕府の政治組織と対比してみました。えー、その上でですね、足利義満の時代に南北朝は合一され、えー、そして、えー、これまで朝廷が持っていた権限や、自社が持っていた権限を吸収する、統一政権と成長していきました。えー、今回のテーマはここまでです。 それでは第13章の後半に入っていきます。後半は国際関係について見ていきましょう。要は外交詞です。えー、ただですね、日民関係や日朝関係については、ただよびベーシックの方で扱いましたので、 まずはそっちをしっかりと見てください。まあ、ベーシックの内容を何もやらないっていうと、まあ、少し寂しいので、えー、この黒板にですね、ベーシックで上げた電子黒板の画面を再現しておきましたので少しだけ復習してみましょうか。さあでは、えー、日民貿易と日朝貿易を対比的に捉えていきます。この中国の 民という王朝は、一体、いつ起こったのかというと、これはね、足利義満が将軍に就任したのと同じ年です。したがって、1368年にえ、主元将という人物がえ、元をね、都から追い出して、初代工武帝となりました。この民という王朝は、誇り高き、漢民族の王朝なので、 この東シナ海を自分たち、民が支配してるんだっていう意識を持っているんですよ。だから鎌倉時代の後半頃から商人たちは勝手に東シナ海を使って日本と中国、元との間を行き来して貿易をしていたんですがそうした自由な貿易っていうのはできなくなるんですよね。で、どうすればいいのかっていうとまずは日本の代表者が中国の民に行って 見継ぎ物を持っていくんですよ。これ、徴降するって言います。え、すると、よく来たな。お前を日本国王に認じる母と。このように称号を得ることを、確か、作法を受けると。言いましたよね。えー、作法を受けた日本国王だけが、こう、相手の国に入っていくことができるんです。で、中国の皇帝が変わるたびに、おめでとうございますとか言って、 好能物を収めに行くんですよ。すると、ありがとう。よく来てくれたね。せっかく来てくれたんだから、好きなもの持って帰りなさいって、気前良くなった中国の人たちが、開始品をくれる。いいこういう兆候というものがあって、で、商人たちは、その国王の船に、同乗する。一緒に乗っていかないといけないんですよね。で、国王が、こうやって、こう、いろいろね、接待を受けているときに、 え、しょう、あのー、買い物をして帰る。だから何十年かに一回だけ、えー、一緒について行って、必要なものを買い込むというのが、日民貿易なんですよ。こういう特徴的な部分を捉えているかどうか。えー、そしてその際に国王の船であることを証明するために、民皇帝が交付する、官合という、この、ね、商標のようなものを持って行って、で、入り口は民法という港町に限られておりますので、 え皆さんテキストで言うと、121ページに地図が載っておりますので、その地図の中で、この民法という港町に必ずチェックをしておいてください。いいですね。そこが玄関口となっていて、看護の詐称が行われ、えー、で、えー、日民貿易が取り行われるんだと。さあ、輸入品と輸出品なんですが、輸入品は銅線です。ただこの銅線の中には、総線や、源泉や、民線など、 様々な銭が含まれますので、まあ、銅線って言ってしまった方が無難ですよね。で、民線の中で最も多く輸入されたのが、英楽通報というね、銅、えー、線となります。輸出品は銅や硫黄。硫黄、まあ、は火山岩の一種でありますので、えー、これね、火薬なんかを作るときに必要とされます。こういうものを収、えー、めれば喜ばれたわけなんですよね。 だからこのね、輸入品や輸出品の中には、高能物や開始品も含まれていると、こういうふうに考えてください。一方で、この特徴的な日,日民貿易に対して、この日朝貿易に関しましては、朝鮮王朝が勃興したのは南北朝合一と同じ年です。したがって、1392年に、李政権によって朝鮮王朝が起こされると、 早速、足利義満は日朝貿易を行おうとしました。こちらはね、形式的には自由です。はい、したがって、多くの守護、黒人、寺社などが独自に船を出して、えー、そして、えー、バーッと活発に貿易できるんですよ。ただ、港を荒らす海賊である和光ではないことを証明しないといけません。許可書を持っていく必要があるんですよね。朝鮮王朝が交付する図書以外に、 そのちょうど中間地点に位置する、津島の宗氏が交付をする、分院。こういったものを持っていくことによって、自分たちは和光ではないんだということを証明し、で、貿易が行われるということになります。まあ、普通の貿易だと思ってください。いいですか。えー、ただ、入港地。はい、これ、3つの港町。総称して3歩に限られますが、富山歩、内寺歩、遠歩。いいね。この港町に入港してくださいね。 あとは品目については、輸入品は木綿などえ。すなわち木綿から作られる衣服は綿織物となっていきます。えー、こうした綿織物もえ庶民の衣服として定着していくのは室町時代の後半以降となっていくわけです。輸出品はね、南海の産物。これ、琉球との貿易で手に入れたものを朝鮮に高く売りつけることによって中間搾取を試みるようになっていきます。 さあ、こんな感じで、日民貿易と日朝貿易を対比的にその特徴を捉えるってことをまずしっかりとやってください。まあ、細かいところは演習問題の方で確認いたしますね。さあ、ただこのベーシックの方でやりきれなかった部分が、琉球や蝦夷地についてなんですよね。このあたりの内容をね、えー、深く掘り下げてみたいと思いますので、テキストの 124ページを開けてください。で私ちょっと電子黒板で、えー、まとめますので。では行きましょう。さあでは124ページの括弧の6番。琉球王国の成立について見ていきます。えー、皆さんこれタイトル私はね、琉球王国の聖水というタイトルをつけていたんですけれども、まず丸の1番をご覧ください。ぐすく時代って書いてます。 ぐすくっていうと、これね、漢字に直すと、ぐすくだよね。知ってました、まあ。沖縄に行くとね、沖縄ではね、ポピュラーな名字で、金城さんっていう名字がいますよね。金城さんって地元の人はわかると思うんですが、金グスクさんって呼ぶ場合もありますもんね。この城っていう、 この漢字自体をぐすくって読ませるんですよ。で、えー、沖縄においては地方豪族のことをアージって言います。アジに関してはセンター試験でもこの選択肢の中で出題されたことがありますので、えー、共通テストレベルの基本用語だと思ってしっかりと覚えてください。ちょうど12世紀頃っていうと、 日本の本土においては、中世が始まった時期でしょうか。この沖縄本島では、地方豪族たちが派遣をめぐって争い合い、アジと呼ばれておりました。で、だんだんとこの地方豪族が淘汰されていって、おおよそ3つのアジが強くなっていったんですよ。いいですかで、その頃に、はい、中国の 民という王朝が1368年に没行すると、まあ自分がもしそのアジだったらどういう行動に出ます沖縄本島の支配者であることを世に知らしめたいわけですから、早速中国の民に対して貢ぎ物を持っていくんですよ。で、この民から、お、よく来たな。じゃあお前を丸〇王に 人じる。ははーといった感じで、彼らもまた、足利義満と同様にですね、作法を受けていたわけなんですよね。さあ、ある味は、中山王。ある味は、三南王。また、えー、三北王。北山王なんでしょうか。こんな感じで、ここはね、中国の民から作法を受けたっていう意味合いなんですよね。いいですか はい。で、このグスク時代から一歩前進すると、こうですね。はい。えー、この中で、中山王の昭和が最終的に三山を統一いたしました。さあ昭和橋のグスクはというと、もちろん、首里グスクですよね。いいですかね。 はい。まあ、今でもね、首里城、まあちょっとね、火災にあったりして、今大変な時なんですが、えー、沖縄を代表する観光名所となっております。まあでも沖縄に行くとね、それ以外にも様々なグスクアトっていうのがあって、そういうところをこうね、あの、回っていくのもね、悪くないですよね。で、まあこの、えー、中山王昭和氏が統一した琉球王国は、えー、貿易を活発に行います。その部分をまとめてみると、 丸の三番ですね。琉球貿易です。那覇を拠点とし、日本、中国、南海諸国を往復する形で利益を得ます。こういうのね、中継貿易って言うんですけどね。ただこの中で、中国は当然これ民ですから、民に対してちゃんと徴降しないといけません。 大丈夫はい。で、調光して手に入れたものを日本とかに持って行ってもいいし、また、注目すべきはここだよね。南海諸国。さあ、皆さん、南海諸国というと、例えば台湾の方だとか、フィリピンの方だとか、えー、あとはベトナムの方ですかね。このあたりで手に入れた南海の産物。まあ、具体的にはそうですね。 素木や香木がいいんじゃないですか。あの、香りのついた木ですね。当時は香水の代わりにこれをね、貴族たちはそっと懐に忍ばせていたんですよ。貴族に人気がありそうなものです。こういうのを手に入れて、えー、日本や中国に持って行って利益を得ようとするわけなんですよ。さあでね、この最後のに書かれてるんですが、民の解禁政策を背景とするというところ、ここちょっとね、注目していただきたいんですが、中国の民っていう国は、 あの、中国人は一歩も外に出てはいけないんですよ。まるであの、江戸時代の日本のような感じで、外に出れないんですよね。ならば、外国の産物をどうやって手に入れるかというと、こうした琉球貿易のような形で外国人に持ってきてほしいんですよ。わかるだから、民の解禁政策が背景となっていて、琉球は民にうまいこと使われてるっていう感じなんです。 だからね、この中継貿易で使う船、こういうものを全部中国の民が支給してくれるんですよ。めっちゃラッキーでしょ。だから、ボロ儲けなんです。ボロ儲けなんです。でも、これ民がありきで中継貿易っていうのは行われてるんで、例えば万が一民が衰退したり、あとはこの解禁政策が緩んでくると、もう中継貿易って必要なくなってくるんだよね。船ももらえなくなってくるんですよ。 それがこのね、1567年。ちょうど16世紀の後半頃になると、民の解禁政策が緩んできますので、それと共にですね、琉球貿易も衰退していき。で、変わって、この南海の産物を運んでくれるのが、あの、ポルトガル船とかになっていくんですよ。要は、南蛮貿易に継承されていくっていうことなんですよね。この部分、教科書でチェックしてみましょう。 さあ、先ほど確認したことがそのまま書かれていますね。琉球では、12世紀になると、各地に、アジと呼ばれる地方豪族が現れ、グスクを作り、互いに争うようになっていきました。で、14世紀に入ると、政治的な統合が進む中で、中山、三南、三北の三山分立構想時代を迎え、 1368年、中国で民が成立すると、三山の王たちは、それぞれ長江の施設を送りました。そんな中で、中山王の昭和氏が、1429年も西暦覚えちゃいましょうか。琉球王国を建てて、都を首里に置き、琉球を統一しました。さあ、続きはですね、この琉球の中継貿易についてですね。 さあ、15世紀の東アジアの海域においては、民の解禁政策により中国人が海外に出ることはできませんので、琉球が代わりに中継貿易という形で南海の産物を中国に運ぶことになりました。そのことが述べられておりますね。かなり細かい内容が書かれているんですが、日本に対しては15世紀の初めに将軍への信条品を持って来航し、 将軍は琉球国王のことを世の主と呼んで待遇したみたいなことが書かれています。また、博多や肥前、薩摩、津島などの商人を介して琉球船の貨物は日本や朝鮮へも運ばれたとありますので、朝鮮への輸出品として用いられたというところにも繋がっていきますよね。はい。で、最後、16世紀の半ばに入ると民の解禁政策が緩みますので、 えー、琉球の貿易というのは衰退していき、え、代わりに、ポルトガル商人の進出もあって、彼らが中継貿易を行うようになっていくわけなんです。さあ、それでは、打って変わって、エゾチとアイヌについて見ていきましょう。まずは、この、異民族であるアイヌについてまとめておきました。あの、律令国家の時代に、東北地方にいた異民族のことを、 エミー氏って言いましたよね。一方でこのアイヌっていうのは、北海道だとか、カラフトとか、まあ、このあたりに住み着いている移民族のことを指します。まあ、一説によるとですね、例の13世紀、あの、モンゴル帝国がユーラシア大陸をこう築かれていく中で、えー、大陸から追いやられたアイヌが、宴会集からカラフト、さらには、 北海道あたりに住み着くようになったんではないかとも言われております。えー、彼らは大首長や首長、コタンコロクルに率いられた、えー、独自の社会を形成していきました、えー。コタンと呼ばれる集落を営んで、狩猟とか、あとは魚老や採取に基づく生活というのを行っていたみたいですね。 さあ、一方、え、アイヌから見て、我々日本人のことを和人と呼びます。さあ、和人はいつ頃北海道蝦夷地へと進出したのかというと、14世紀頃ではないかと言われています。14世紀っていうと、ちょうど鎌倉末期ぐらいでしょうか。だからこのアイヌが、 えー、北海道に住み着くのと、まあ、おおよそ同じぐらいの時期に和人たちも江戸地進出しているんですね。で、そこでね、この安藤氏っていうのがいます。その安藤氏が、えー、東北地方を支配する中で、土佐港という港町を整備していきます。では皆さん、えっと、これね、地図を載っけておりますので、えー、125ページの地図から、 青森県の土佐港をチェックしてみましょう。いいですね。で、機内土佐港を結ぶ海鮮ルートというものを作って、えー、この辺りで採れた海産物を機内に持ち込んで高く売ったりして、利益を得ていたわけなんです。えー、すると、この安藤氏に従う豪族の中でも、有力者が読めますかね。お島半島南部に進出するようになる。 この、お島半島というのが、青森県から津軽海峡を渡った北海道の南部。ここだけを指して、お島半島というんですよ。で、こ、ここにあの、盾を築いていきます。有力豪族が盾を築いていく中で、盾主と呼ばれるようになり、その盾の数は、北海道南部に12個の盾が見つかっておりますので、道南十二盾とも呼ばれるわけなんです。 ここまで大丈夫ですね。さあ、豪族たちが北海道に進出すると、この北海道蝦夷地はもちろんアイヌが住み着いている地でもありますので、その両者が時に衝突することもあったんです。これが丸の3番の古車マインの放棄です。主張の古車マインに率いられたアイヌ人たちが、和人の進出に対して放棄いたしました。 で、この時に、この道南十二盾のほとんどが焼かれてしまったみたいです。えー、ここ、わかります花沢盾や、茂別盾を除く十の盾が陥落いたしました。さあ、そこでこの花沢盾っていうのは、一体どこにあったのかというと、ここ、北海道南部がこうやってあるじゃないですか。わかる で、北海道南部のうち、この辺りが上の国って言うんですよ。いいですかで、この辺り。ちょっと重ねるとこあってすいません。これ中の国って言って、でこっち側がね、下の国って言うんですよ。あの、大体で構いませんのでね。で、この中で、花沢建てというと、 この上の国のところにあって、ここね。この建主は、えー、柿崎氏でした。漢字めちゃくちゃ難しいですね。この柿崎氏の盾が残ったんですね。ということで、一番下に書いてますが、上の国の領主である柿崎氏が、えー、この古車マイの放棄を鎮圧し、 安藤氏に代わって、道南地方の支配者になっていったんではないかと言われております。まあ、江戸時代に柿崎氏はね、松前氏と、えー、名前を変えて、なおも、この北海道南部を支配するようになってはいきますけどね。はい、というような形で、まあ、外交史の中でも、まあ、日民日朝関係というのはベーシックでしっかりとやっていただいて、あとは、琉球や、 ね、えぞ地における外交、国際関係というのを今回のプレミアムでまとめてみました。今回はここまでです。重要な点が2つあります。中期の火炎とかどうですか愛知県の方とかって火山がないよね。<music> それでは第13章の演習問題をやっていきましょう。えー、13章の問題ですが、えー、中世の外交に関する問題です、えー。このね、中世の外交に関しては、僕はですよ、基本的には、えー、ベーシックな問題が揃っていると思います。あんまりこう難しい問題っていうのは多くないという印象を持っておりますので、ここをですね、ぜひ、 得点源にしてください。で、いつも通りね、リード文を読みながら、河川部なんかが引っ張られておりますので、えー、その内容を考えていきましょう。それではまずは、一段落を読んでください。ここはね、西暦も押さえておきたいよね。1392年。といえば、やはり南北朝豪一の都市である。 ここは絶対に押さえといてくださいね。で、室町幕府三大将軍であった足利義満が南朝側と交渉し、14世紀前半以来分かれていた南北朝の合体が実現したと。やはりこのように記されております。さあ、ではこの河川部のあですよね。足利義満に関連する問題。見てください。 南北朝合一から2年後、1394年、この足利義満が誠位大将軍を辞しました。で、その後に、ある官職に就任するんですよ。で、その官職というのは、律令官制の最高官職という、こういうヒントをくれております。 確か私はですね、この第13章、このプレミアムの動画で、鎌倉幕府と室町幕府の対比を行いました。鎌倉幕府が後部二元体制であったのに対して、室町幕府は後部統一政権なんだ。したがって、この足利義満は、もう武家のトップは極めたんですよね。聖大将軍でね。 え続いて、朝廷の側のトップにも立ちたいと思って、この感触についたんですね。さあ、ではこの、律令官制の最高感触というところからですね、もちろん答えは、見えますか大乗大臣です。これね、生徒の答案とかを確認してみると、これ間違えて、 関白って書いてしまう人が結構多,多かったので、その辺ね、気をつけてください。では、次の段落へと入っていきますが、こっから先は、もう見てください。もうこれいちいちこの説も映しませんので、空欄のい、e、いからけ。この空欄のい、e、いからけには最も適切な語句を漢字で書いていきますので、この直接ね、リード文に書き込んでいきますね。 では段落変わって南北朝の動乱期。さあ、こういうのが出てきたらすぐに何世紀って置き換えることできますかこれは1335年の中仙台の乱以降、1392年までなので、14世紀だよね。中国大陸や朝鮮半島の沿岸部を襲い、人々から恐れられていた意と呼ばれる 海賊集団が猛威を振るっていたと。まあね、もう海賊っていうヒントがありますので、さあこの意には、色変えておきましょうか。はい。こっち。こっち。はい。和光です。あとはね、正しくこれを漢字で書けるかどうかやね。なんか和光って聞いたらさ、和ってなんか日本っぽいイメージなんだけれども、 中には、この和光の中には、中国人や朝鮮人もいますし、こう、特定の国籍にとらわれず、多国籍な集団であったっていうイメージを持っておいてほしいですね。あとも当時はね、えー、国家の認定を得ないような商人っていうのは、和光と、このように呼ばれるんですよね。しっかりと朝廷とか、 あとは中国皇帝の許可が必要になっていたんですよ。さあ、あとずっと読んでいっていただきまして、ここですね。1368年。これも絶対に覚えておかないといけない西歴でした。二つ覚えておかないとダメなんですが、まず一つ目は、足利義満が最初将軍になった年が1368でしたよね。そしてもう一つが、ここです。この、 主元章が、いいね。はい、えー、元の支配を出して、漢民族の王朝である民を建国した年が1368年なんですよ。で、えー、ま、主元章はね、農民出身とも言われています。はい。農民出身の主元章が皇帝の地位に上り詰める。まさにこれは革命だと。 えー、言えますが、えー、彼が即位して、民の初代皇帝、う、帝となった。あとはこれをね、えー、入れるだけです。はい。えー、民の初代皇帝は、公武帝と言います。まあ、公武帝の時代に作られた貨幣がね、公武通報って言って、 これも動線の一つとして覚えないといけない言葉なので、中国の動線っていうのはこの皇帝の名前がね、付けられているんだなっていう風に覚えておきましょう。では次のパートへと進んでいきます。まず一段落は東アジアの対外関係で絶対に押さえておかないといけないこのルールだよね。中国の民は 中国皇帝に周りの国の王が進化の例を取り、そして中国皇帝が周辺諸国の王を任命する。この作法と呼ばれる伝統的外交秩序。これをね、復活させようとしていたんだ。従って、貢ぎ物を持っていって、そしてお前を日本国王に任じる。 ははーみたいな、こういうことをやらないと、この後中国の民と正式に貿易することができないんだ。という話でした。このルールに関しましては、ただよびのベーシックの方でね、えー、しっかりと確認したと思いますので、まだちょっとそのあたり、理解しかねてる方はですね、えー、一度ご覧になってみてください。さあ、えー、民の、これさっきやりました、公、えー、部帝は、 ばーっとね、えー、当時、菊池氏などの支援を受けて、太財府を選挙していた、え、天皇の王子、金吉新王に使者を派遣し、この新王を日本国王に任命する交渉を進めてきたと。実はですね、この金吉新王というのは、足利義満の側ではなく、 南朝側なんですよね。うん、すなわち、えー、まあ、ここね、永天皇の王子というふうにヒントをくれておりますので、南朝側で多くの王子を残したといえば、まあ、この絵には当然、 五醍醐天皇が入ります。でね、九州はどちらかというと南北朝の動乱は南朝の金吉親王の側が優勢を占めていたんですよ。で、彼は自身が日本国王になりたかったので、中国の民に徴降して、まずこの金吉が日本国王に任命されようとしていた。 ところがその後、金吉は、これね、えー、没落死。これは北朝側の今川良春によって、えー、金吉は敗れました。そして幕府から九州短大に任命された映画。だからここにも今川良春を入れてしまえば良いと思いますね。えー、太宰府奪還に成功した後は、 民に対して、足利義満をはじめ、島津氏久も使者を派遣し、それぞれ民との交渉を行ったが、当初はまだ認められず正式な国交は閉ざされたままだった。まだこの南北朝の動乱期は、民の皇帝から日本国王に認じられることはなかったんだよね、足利義満は。まだ足りなかったんですよ。ところが、その後、国内で公務の支配者としての地位を固めた足利義満は、 いよいよ、にね、蜜物を持っていって日本国王に任じられると。で、その時の使者として、博多商人の B なんかを派遣して、えー、民から日本国王として作法されることに成功すると。なかなかこのね、作法を受けるまで、えー、いろいろね、時間がかかったんだっていうことが、この段落では述べられております。さあ、A と B。 あこれについてはもう答え出しましたが、念のために問題を移しておきましょう。では、ご覧ください。はい。A には、えー、九州短大となった今川良春。そして B は博多商人なんで、小泉を選んでください。このソ和っていうのは僧侶の名前でしたよね。はい。生死となったのがソ和。福死となったのが小泉でした。これ両方ともね、押さえておいてください。 えー、それでは次のパートに入っていきましょう。えー、民に向かう船は、明皇帝から日本国王に与えられた、漢合と呼ばれる商標を携えることで、これで、えー、和光の船と識別することができたんですよね。だからこの日民間の貿易っていうのは、こうした漢合を持たないといけないということから、漢合貿易と呼ぶこともあります。 めんどくさかったら、日民官合貿易っていう言葉を使ってください。そして、官合貿易は、C 年から始まり。さあ、この西暦まで覚えないといけないんで、ちょっと細かな問題なんですが、まず絶対狙んじゃいけないのは、一番の1390年ね。いやいや、南北朝の合一前やん。足利義満は日本国王にまだ作法されてませんよね。 いいですね。絶対234のどれかじゃないといけません。いいですかで、この2番の1401年というのは、ソワとコイツミが調考した年なんですよ。いいですね。で、今回聞かれているのは、その後、日民観光貿易が始まった年なんで、それよりも少し遅れて、3番の1404年となります。 で、足利義満の時に、えー、貿易が開始したんだけれども、その後ですね、一時、中断する時期があるんですよね。えー、それがですね、四代将軍の足利王の時にこれ、侵入するという形に反対し、一時中断された。将校形式に不満があったわけなんですよ。はい、これ、足利義持です。 ま、一説には、吉持っていうのは、お父さんの吉光のことが大嫌いだったんで、お父さんの政策を全部ひっくり返そうとして、この日民観合貿易も中断したんじゃないかとも言われております。ところが、六代将軍の足利家は、これは、吉則です。 元々は延暦寺の天台座主、僧侶だった吉則くんですよね。えー、彼はですね、やっぱりね、この日民観合貿易っていうのはもう莫大な利益があるわけなんです。その利益に注目し、プライドを捨てて利益を優先しようっていうことで、日民観合貿易を復活させました。さあ、で、えー、この民との間には正式な国交が結ばれて、 外交を行わないといけないんですが、外交文書を書いたりだとかね、外交のルールを理解したりだとか、そういう必要があるんですよ。で、鎌倉時代まではそうした外交は朝廷がやっていたので、室町幕府ってその外交のやり方ってあんまり実は知らないんですね。そこでそういうことに詳しい臨在州の僧侶を外交顧問にするっていう話があります。 さあ、最後の3行に書かれているんだが、室町幕府のこうした外交には、D や絶海中心らの E 衆の前奏が担当者として活躍したと。まあ、このね、絶海中心とよくこう、双壁として並べられるのが、義道修身です。ちょっと臨在州の僧侶の名前はですね、漢字4文字で、非常に覚えにくいんですけれども、なんとかですね、これね、対比させて、 二個一でインプットしてくださいね。あ当然 E は臨在集になりますんでね。では最後、日民観合貿易のその後の推移についてなんですが、応仁文明の乱以降、1467年から77年でしたえ。幕府の権力が衰退していくと、 もはや中国皇帝からすると、足利氏が日本国王ではなくなるんですよね。ええ。代わりにですね、対、え、等、え、してきたのが大内氏。ええ、そして F 氏でした。はい。大内氏はお近くの博多商人と結びつくことが多かった。だって山口県と福岡県。 で、こちらの F 氏は堺の商人と結びついたというヒント。これ大阪ですよね。はい。このあたりから、この F に入るのが、細川氏であることがわかります。さあ、では貿易の主導権をめぐって、この大内氏と F の細川氏が対立することになるんですが、これが1523年に、 有名ですよね。起こったのが、読めますか民法の欄と言います。なんだこれ、民法の欄について聞かれてるのかなと思いきや、この空欄のキーには、何ですかこれこの年号を入れないとダメなんですよ。これちょっとさすがにきついっすよね。 これね、1523年の年号ってあまり聞きませんので、まあ、これも三角入れておいていただいてもいいんですが、えー、大英三年です。あんま聞かないよね。いいですかね。まあ、イレすは一問ぐらい。いいですか。それよりも、このしっかりと忍法の欄の内容を理解した上で、はい。大内氏が勝利した。 そしてこの後一時的に民との貿易を独占していくこととなりました。ただ、大内氏はこの後1551年には滅亡します。いいですね。で、えー、その大内氏の滅亡後に日民観合貿易も途絶えることとなりました。さあ、えー、国家が貿易を統制できなくなると、またしてもですね、はい、先ほど海賊と称されていた 和光の活動が再び盛んとなりました、えー。この和光を取り締まるのは、次ね、豊臣秀吉まで下るんですよ。はい。豊臣秀吉が海賊取り締まり令を出して、和光を禁止する。さあ、この政暦が問われておりますよね。えー、これはね、えー、考え方なんですが、豊臣秀吉が九州を平定した後なんですよ。 九州を平定した豊臣秀吉は、この東シナ海は東アジアの皇帝が滑る海なんだ。そして自身が明の皇帝に代わって東アジアの皇帝になろうとするんですよ。そういう野望を抱き始める。したがって九州平定の直後という意味で、2番の1588年を選んでください。 さあ、あともう少しあります、えー。朝鮮との関係を考えてみましょう。一方、朝鮮半島では、1392年、やはりこれ南北朝合一の年と同じ年に、和寇撃退に対抗を立った武将、李成慶が、えー、高麗を倒し、朝鮮を建国いたしました。えー、朝鮮でも和寇の被害は甚大だったために、 1419年、朝鮮は大軍をもって和光の根拠地とみなした知を襲撃いたしました。この襲撃した事件のことを、応援の外交って、 言います。えー、西暦1419年と一緒にセットにしてね、覚えておいてください。さあ、この時に、えー、襲われた場所なんですが、これね、日本と朝鮮半島のちょうど間にある津島なんですよね。あの、宗師が支配していた津島です。で、えー、はい、えー、朝鮮と日本との貿易はですね、えー、津島の宗師を介して行われました。 で、朝鮮は日本との貿易港として、3つの港を開放いたします。はい。合わせて3歩って言いますけれども、内事歩、区、遠歩。さあ、この区に当てはまるのは、これは、釜山歩ですね。まあ、現在は、釜山って言います。 当時はこれ、釜山って呼んでたんですよ。朝鮮半島のこの南の方にある港町です。いいですかはい。で、この散歩と首都環状に、この日朝貿易のための空間を設けます。日本人商人が滞在することのできる空間。これが、 和感と言いますね。で、日本の外交施設の接待や貿易管理がここで行われました。ところが、えー、最後の段落です、えー。この日朝貿易も次第に日本人の特権が縮小されていき、えー、それに不満を募らせた日本人が現地で暴動を起こしました。この暴動のことを 散歩の乱って言いますね。さあさ、えー、この散歩の乱が起こった年については、最後4番。1510年となります。さっきの忍法の乱もね、えー、今回の散歩の乱も、いずれも16世紀に入ってから起こったものだと。こういう風に、えー、セットにして覚えておきましょう。どうでしょうまあ、極補充なんで、えー、今回の問題、ほとんどいけたんではないかと思いますが、 これがね、生語問題になるとね、ちょっとこう難易度がね、上がってきますので、その辺はね、注意をしてください。はい。では、えー、今回の演習はここまでです。See you.